ブルータスっていう雑誌は年間で23冊ありまして、特集を決めるときっていうのは当然今何が読者に求められてるかなとか、こういう特集をやったらいろんな人が買ってくれるんじゃないかなとか、まあ、いろんな要素を頭に思い描きながら年間の23冊を決めるんですけれども、ことこの夜特集っていうのは自分が編集長になったらやりたいなと思っていたテーマの一つでした。やっぱり自分が今この仕事をしていること、この立場でこの仕事をしていることにすごい夜っていう場所が非常に大事だった。それは今仕事をしている仲間だったりとか、自分の社会人になってからできた友人とか、みんなやっぱり夜の時間を共にして、そこでいろいろな刺激を受けたり、たくさん笑ったりして築き上げてきた人間関係に結局助けられてるなってすごい思うんですね。なのでやりたいなと思って特集でしたと。誰と一緒に作りたいかなと思った時に頭に浮かんだのが、今回ゲストエディターとしてお招きした野村くんいちさんでした。で、彼とはもちろん一緒に仕事も自分が現場の編集者の時にやってきた方でもあるし、同様に一緒に夜に遊んだりとかした仲間というか友人でもあるという中で、今回彼と久しぶりに一緒に仕事をしたいなと思ったというのが一つあります。同時に今回のエディターとして古谷さんっていう、まあ、先輩ですね、元ブルータスの編集者がいらっしゃるんですけども、まあ、古谷さんにも参加してもらい、あとは現場としてうちの木戸という若手が参加して、その3人の編集者によって作られた号です。で、この3人の編集者っていうのが僕の中で非常に大きくて、野村さんは僕と同い年で、古谷さんはちょうど60代に入った方で、木戸はまだ20代っていう、20代と40代と60代がブルータスっていう看板の中で夜の特集を作るっていうのは、もう僕が一読者としてすごい見たいなと思ったっていうのがありました。その辺は木戸くんはどうでしたか、今回特集やってみて。そうですね、まあ、かなり新鮮でしたね。雑誌の作り方って編集者によってそれぞれだと思うんですけれど、今回の作り方って結構大胆というか、これまでのブルータスにないような作り方であったり、紙面の見せ方をしていると思うんですけれど、そういう意味ですごい新鮮な雑誌作りの時間でした。堀米さん以外はですね、本当のご友人たちと一緒に出ていただいて撮影に入らせてもらったんですけど、本当の普段の過ごしている夜をブルータスで切り取れたっていうのはすごいいい締めになったんじゃないかなと思っています。夜遊び特集、夜特集イコールお酒というよりは、もちろんそういうその楽しさもあるんだけども、関東にこの来た4人の、まあ、アスリートというか、彼らなりの夜遊びみたいなのを、ね、切り取るっていうところから始めたのが、僕ら的にはすごい新鮮というか、まさに那須川天心さんが言ってくれてるんですけど、まあ、お酒を飲むだけが夜遊びじゃないというか、その居酒屋とかクラブとかで、お酒を飲みながら話すように、彼は銭湯サウナに行って仲間たちと話して過ごすっていうのが、すごい今っぽい夜の過ごし方なんだろうなというふうに思いました。一方で佐藤俊弘さんと鈴木恭一さんという、僕とかの世代にとっては、まあ、レジェンドの、ね、方の対談もあったりとかして、まあ、この鈴木さんもブルータスの元編集者 で、それこそ彼はその佐藤俊弘さんと一緒に、まあ、ゴールドだったりとかミルクだったりっていう夜の世界を作ってきた、もう本当に知る人ぞ知るレジェンドなんですけれども、その二人の対談っていうのも載ってて、僕これ取材行きましたけど、まあ、緊張しましたね、はい、久しぶりにお会いして、はい、で一方でね、浦田大蔵さんみたいに、まあ、大蔵さんっていうのは、まあ、コンタクトとかビジョンみたいな渋谷 のクラブを、やってた、方ですけども、も出ていただいたりとか、はい、はい、そうですね。現役で道玄坂を盛り上げている、村田大蔵さんであったり、三月とかを運営されているラップ龍蔵さんとも同じテーマで、東京の夜の作り方っていうテーマで語ってもらいました。ザ・ブラックナイトブックっていう、今回ブックインブックとして作っている、本当は教えたくなかった人のナイトタイムアドレスっていうのがあるんですけど、これ何がいいんだって僕いいなと思ったのは、やっぱりこうお店の紹介だけじゃなくて、例えばポッドキャストを聞きながら隅田川を渡りたいとか、いろんなそのなんでしょうね、シーンが思い浮かぶ、夜のシーンが思い浮かぶナイトタイムアドレス集になっていて、それすごいいいなって思いました。なんか別にね、どっかお店に行くとかそういうんじゃなくても、なんか夜っていうその時間の中でどういう空間だったり、どういう場所に自分を置くかで、
なんか楽しみって結構ね、無限大だったりするじゃないですか。うんうん、なんかその辺がすごいこう、イメージできるものだったなっていう気がします。コロナがいつ終わるかなんて誰もわからないし、コロナの前みたいな世の中が戻ってくるかなんていうのも誰もわかんないと思うから、やっぱり僕らはね、それは野村さん、野村久一君も言ってましたけど、僕らはやっぱり遊べるときは、これは遊べるなっていうときは遊ぶし、そうじゃないときはちょっと控えながら、それでもやっぱり夜を忘れずに、夜を大切に生きていくっていうことをしていきたいなっていうのは、なんかこの本を作って改めて思いましたね。ブルータス、物語が生まれ、人々が集う場所へ、特集夜、発売中です。